この時間は倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルスの時間です。倫理研究所とは生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から支えてくれた人へというお話をご紹介します。1月の第2月曜日は成人の日です。祝日法の第2条には成人の日の趣旨として大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますと記されています。この日は全国各地で新成人を祝う式典が行われますが、本来の趣旨は新成人が大人の自覚を持つ日であるようです。また祝日法の第1条では祝日について国民こぞって祝い感謝しまたは記念する日を定め、これを国民の祝日と名付けると定義しています。このことを成人の日に当てはめるなら、年齢によらず大人の自覚について考え行動することは祝日の過ごし方にかなっていると言えるでしょう。例えば支えてくれた多くの人々のおかげで今の私があると親や恩師、配偶者や友人などを思い浮かべ感謝の気持ちを伝えることは大人の自覚の第一歩と言えるのではないでしょうか。成人の日にあやかり一つ上の大人を目指してみませんか。今日の心がけ、感謝の気持ちを伝えましょう。倫理研究所 USA のお問い合わせは電話 714-717-6209 倫理 USA.com をご覧ください。